私の体を成長させれば届くかも。あなななな。変身完了。さあ、もう大丈夫だよ。お、なんと出迎えがセイバーとは。魔力を感じて来てみれば、何をしに来たのです。調理中ですね。玄関までいい香りがしていました。よっ。あら、セイバー、お邪魔しているわ。キャスターがなぜここに。坊やに料理を教えてもらいに。そういえばもうお昼ですね。おお、ふわふわのオムライス。ではいただきます。優しい味がします。これをアーチャーが作るとは。やはりあなたも料理をするのですね。市長がお呼びです。セントラルタワーまでご同行を願います。なんと、なんと、よごのみのカビな装い、見目の良い少女たちではないか。セイバーさん。うむ、美少年も良いが美少女はもっと良い。いるだけで場が華やぐからな。ありがとうございます。おう、こちらこそありがとう。いや、四層の敵は取るに足りぬ相手だったな。三層の怪物は難儀であったが、一層と二層も強敵だった。ドレイクとロビンフッドか、確かに人角の相手ではあったな。だが、ヨウとそなたの敵ではない。どうかな。うん、聞いてる聞いてる。あの、アストルフォさんはジークさんのことお好きなんですか。君はどうなの。え、それは、まあ頑張りなよ。僕は応援してないけどね。ルーラーじゃない誰かさん。ふわっ。初見は種の栄光に、大空は御手の技に、昼は言葉を伝え、夜は知識を。はい、聖女ジャンヌ、恩義の力になりましょう。欲しいのか。はい。この感覚は、ああ、わかった、犬だ。お手。はい。お座り。はい。伏せ。はい。おいしいです。チョコレート大好きです。ディアーユールナティークです。みんな落ち着いて、私は別に。これくらい。先生、しっかりしてください。もっともっと。あらあら、わがまま言う子にはもう読んであげないわよ。じゃあ明日はずっと一緒だよ。わかったわ、約束よ。おやすみなさい、ティア。あら、甘えん坊ね。もう少しでできるから待っててね。すごくおいしいよ、ティア。何やってんのあんた、バカなの、アホなの。何よ、近づかないでよ、キモい。いた、ちょっと、何すんの。ちょっと、ついてきて。ちゃんといるわよね、小高。ああ、いるぞ。
小高いる？いるわよね。いるって。ちゃんと返事してよバカ。小高いる？いるよ。バカじゃないの？よろしければお使いください。お？それではごゆっくり。ああ、そういえば小高。ん？あんたやっぱり私と結婚しなさいよ。あんたと結婚したいと思うのよ。だって私小高のことが好きだから。なんだって？そっか、言っちゃった。つまりなんかそういうことだから。農作業なんですよ。農業高校の教師なんですよ。それなのにどうしてドレスなんて着てきたんですか？汚れちゃってもいいんですか？うん、めちゃくちゃにして好きなようにしてくれて。先生今日は汚される覚悟で来てるから。天の水平に畑君の種もみを直巻きして。みんなおっはよう。あれれ、どうしたの？うるせえやろもう。ひどいよみんな。ハウハウ、先生だって少しでもピチピチになろうって頑張ってるのに。許しいんだよ若杉が。出生、幼稚園、小学校、中学、高校、大学、就職、そして現在、光の速度で過ぎる毎日。あっという間に40代。妹の娘は来年高校生で彼氏持ち。未来が暗い。なかなかピンとこないわね。なんでだろう。お二人の選んだ服が特殊すぎるんです。お、ん？おかしくない？終わり。あ、大丈夫かナギリ？どっかひねったりしてねえか？触らないで、一人で立てるわ。誰もいないと思って油断してたら、よりによってこの男に。トランプやりたいんですか？二人ならできるでしょ。そうですね。フロントで聞いてみますって言ってましたよね。そんなこと言ってません。どうかなさいましたか？どうもしてません。いいわよ、やるわよ。やってやろうじゃないの。ふん。春彦、うち来る？うん。恋というのなら言ってあげてもいいですよ。いちいち生意気なんだから。じゃあそっち行くわね。よっ、はい、あっ、烏丸先生の上を取った。やるじゃんピッチ先生。
危なかった。ガラスマン。やりたいの。ダメ。そういうことだから。